ます。はい。はい。週刊ウニュの特別版ということで、今日は、パズル作家の永田さんに来てもらっています。そして、じゃあ、まずご挨拶で、自分は岩井正孝です。よろしくお願いします。そして、じゃあ、三好さん、お願いします。はい。いつもの三好です。で、永田さんです。ご挨拶をお願いします。はい。エジ永田です。はじめまして。よろしくお願いします。今日は、エジさんがデザインしたパズルシリーズの、キャストパズルって言いますかね、これね。はい。が発売もうしたんですか、これ。はい。発売しました。7月の1日から。本当に。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ、それの、ご紹介をお願いしつつ、岩井は実はまだ解けてないんですが。そうですか。三好さんは解けたと言っているので、それの話も交えつつですね、よろしくお願いします。はい。だから、もういいんですか？はい、よろしくお願いします。はい。こちらが、花山さんというおもちゃメーカーが出している、知恵の輪シリーズですね。ハズルシリーズ。これの、キャストクロスっていうのが、今回私がデザインした、知恵の輪パズルになっております。でですね、簡単にこういう2ピースの、合同ですね、ほぼ合同なんですけど、合同2ピースを、つけたり外したりすると、そういう目的でございます。現物もあります。の、はい、金と銀のね、そうですね、はい、これ難易度はどのぐらいなんですか？書いてありますね。難易度は星3つです。星3つですね。星3つと言われるとすごいいいように聞こえますが、半分ぐらいですね。星6つの中の3つですから、中程度の難易度ですね。2ピースだとなかなか難易度そんなに上がらないと思うんですけど、そしてなんつうの、同型ですもんね、ほぼ。そうですね。ベースはやっぱりキューブを組み合わせた感じの。そうですね。基本的にはもともとはポリキューブのそうですね、ポリキューブだったんですけど、一部こう三角山みたいな、ちょっと後からいろんな仕掛けをして、太くしたり細くしたりっていう、あと外れるように、切り込みを入れたり、いろんなことはちょっと後からしてます。なるほど。一応ね、プロトタイプもあるんで。面白いですね。貴重な映像が。そうですね。プロタイプを見せようと思ってたのに、今ちょっとばらけちゃってますね。もともとはこういうキューブブロックでこうやって作ってたんですね。これ、ここ切り込み入れたら外れるはずなんですけど、なんとなんとループになってるから外れない。これがなんだろう、スタートかゴールですね。私いつも結局このブロックを使って遊んで、ものを開発しているので、なるほど、結局キューブベースなんですね。これが完成形。で、ちょっとやってみよう。何コピって？そうです。ライブキューブをお持ちでしたら、でも実際はこっちの方が
若干簡単にはなってますね。道を塞いだり、商品化してますけど。なるほど。で、ライブキューブだったの、2ピンってあるのご存知ですか？ここ見えて。ああ、2ピンありますね。2ピン同士ひっつきますよね。なので、この2ピン同士をひっつけてくださいっていうのがゴールにしてたんですね。ああ、なるほど。一応ゴールがどこか分かんないとちょっと遊びようがないので、まあ、こういうものを作ったんですけど、これがねもう10年以上前、あ、そんなに、2010年にちょっとパズルの会に持っていったんで相当古いですよ。でその後3D プリンターで、あー、なるほど、こう実際ちょっと作ってみて、こう外れるようにしよう、まあ、これほぼ今とほとんど同じような仕組みになってますね。なるほど。でこれをおもちゃメーカーさんに投げて、まあ、10年間じっくり温めていただいてこうなりましたか。ああ、なんか素敵な。すごいな。ハズルの。これはいいですね。ハズル、いろいろ持ってますけど、なかなか、そうですか。気持ち良いですね、これは。ありがとうございます。ちなみに、ちょっと木製バージョンもあるんですけど、これ海外の木工作家の人が勝手に作って勝手に送ってくれたんですよ。ありがたいことに。本当にありがたい。素晴らしい。これは元に近い、うん、元のそうですね。これはキューブのやつに近い。キューブのやつをそのまま作ってくれた。これも貴重な資料なんですけど。はい。ところでしょうか。その発想の最初のきっかけ的なのはもうライブキューブで遊び始めてからって感じなんですか？そうですね。でもこれ元何が原点かっていうとパズルリングなんですね。パズルリングって指輪のパズルで、うん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 、2ピースとか4ピースとかいろいろあるんですね。キャストでもこういうのですよね。でっかいやつ。これは4ピースをバラバラにしてまたこう組むみたいなものですね。でこれをもっとシンプルにこういう2ピース、はいはいはい、まあパズルリング、それは見たことあるな。うん、これはちょっとこうやったらまっすぐにできるんですけど、これをキューブブロックでちょっと作ってたんですね。なるほど。こう2本の輪っかがこう上下に絡みながら、うん、あの要は二重のこういう輪っかになると。これたった2ピースですけど、すごくコンフュージングで、あの、今どこにいるのかがすぐわからなくなっちゃうんですよね。そうですね。それがすごく面白い。あの、だから、2つの輪っかの位置関係っていうのが、あの、多分、組み合わせ的にはそんなにたくさんあるはないんだけど、でも、なんか今どこっていうのがわからないっていう、うん、そうですね。輪っか2つなんでこうね、こう90度に起きた状態だと割とぐる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 動くんは動くんですけど、どっかでパタンとフラットにならないといけないんで、それを見つけるのがね、どっかでこうフラットになれば、あとはちょっとこう合わせてやれば、はいはいはい、OK なんですけど、うん、全然解けてない。
なんかヒントだけもらってる感じだと。あとで解きます。はい。よろしくお願いします。これはありがとうございます。これはもうだから7月1日から売っているということで、皆さんぜひ買ってくださいということで、ですね。そして、うちのチャンネルにも登録よろしくねということで、頑張ってくださいね。あ、そうそうですね。ギャラリー。あ、これで、あ、じゃあまたよろしくお願いします。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。